にしたいのは、ここも素晴らしい世界遺産、そして世界中にも素敵な遺産がございます。今年はフランスのフォントルダム大聖堂が火事に遭ってしまいました。世界の地球の遺産が焼けてしまった、本当に残念です。そのことに思いを馳せまして、東大寺様にも一緒に復興を応援しています。今日はチェリスト木村正夫さんとともに、フランス人作曲家ギノが作りましたバッハの音楽に乗せてのアレンジをお捧げいたします。Oh,